はい、皆さんこんばんは、よっさんです。今日は味噌ラーメン限定商品東海赤だし味噌しようというね、赤だしの味噌ラーメンを食べてまいりたいと思います。先日いただきました仙台味噌味がね、非常に美味しくて、すごくね辛口だったんですけどね、とても美味しかったです。今回も赤だしのね味噌ラーメンということで、果たしてどんなラーメンなんでしょうか。じゃあラーメン入れます。はい、スープ開けましたけどね、匂いは普通です。普通の味噌ラーメンとあまり変わらないです。だいぶ沸いてきました。もうそろそろ火を止めてスープ入れます。じゃあスープ投入します。ちょっと硬いかな、まあいいか、若干硬めですけどね。美味しそう。さあ、それではいただきます。あ、うまい。どうですか？おいしい。美味しいな。うん、そんなにね赤だしきつくないです。なんか若干後味に来る程度かな。これも美味しい。前のね仙台味噌味がすごく辛かったんで、まあ、全然ちゃう本当に。これはこれでねありです。非常に美味しい。ごちそうさまでした。美味しかったです。余ってるご飯がありましたので、ラーメン雑炊にしてみました。ではいただきます。そう、うわ、めっちゃ美味しい。ごちそうさまでした。